こんにちは、速稼塾の久保です。以前ね、ウグイスパンを食べてみたっていう動画を出したんですけども、これがね、1年前、そして先週と出しまして、まあちょびっとね、見てくださる方がいて、でそっからね、なぜか速稼塾の入塾もつながっていたということがありました。まあだからというわけではないんですけども、今日はですね、この菓子パンシリーズ丸ごとソーセージで2割引きのやつね、昨日買ってきました。そしてこの両友パンのホイップクリームね、こちらの方も2割引きだったんで、こういう風に買ってきました。これが今日12月29日の私の朝食でございます。そしてですね、健康に悪いよと言われながらもやめられないと、ペプシコーラ、こちらの方もね、昨日68円でございました。まあこういった入れたちで朝食をとることもあります。これいつもじゃないですよ。でこういう風なことをたまにするから、質素な精進料理も美味しいみたいなね。でとかくね、美味しいものって体に悪かったりするんですよね。まあそういう風に作られてるんですよね、きっとね。だからこのコーラももう毎日飲まないで気が済まないみたいに、そういう風に仕組まれるものでもあるんですよね、きっとね。 CM 戦略とか、あと砂糖が入ってるっていうのがね、まあガンなんですよ。砂糖は中毒作用がものすごくありますんで、ものすごく有害だと私は思っております。でもね、体に悪いものも体にいいんですよ、というのがね、体にいいものばっかり食べてても美味しくないし面白くないですよね。やっぱこう多少体を痛めつける刺激ってものがいるのかなと思います。じゃあですね、今日はこのホイップクリームからいただこうかなと。2割引きのやつね、ちょっとこれね、魅力的ですよ。同じホイップクリームなのに何十円か安いとですね。じゃあいただきます。中がね、ちゃんと入ってる。2割引きでも美味しさは割引かれません。じゃあ健康食品食べてる方から見ると、こんなん考えられるんでしょうね。山崎のパンは山崎の社長は食べませんみたいな記事を一生懸命書いてる人もいますけど、そんなわけないですからね。山崎の社長だってランチパック食べてますから。ただやっぱね、パン屋の社長だからっつって毎日パン食べてるわけじゃないんですよ。それこそね、うどん食べる日もあっていいじゃないですか。お寿司を食べたりね、焼肉食べたり、パンも当然食べますよ。なんでパン屋の社長をやるかっていうと、パンが美味しいパンを食べさせたいっていう思いからパン屋って立ち上がると思うんですけどね。最初から陰謀ってのはなかなか考えにくいですよ。で、あとは人間ってのはね、体にいいことばっかりやってるわけじゃないですからね。ジョギングって寿命縮めますからね。その他にもなんか睡眠不足も良くないでしょ。まあこれ以上見ててもこの動画はしょうがないと思いますけども、私がね、適当に喋ってるだけですから。で、パンを1個食べたらペプシの蓋を開けて、まあビールの代わりですね。晩酌って完全にアル中ですよね、あれ。この一杯のためになんて言いますけど、お酒をもともと飲まなかった人ってなくても大丈夫ですもんね。なんかストレスがたまるからタバコを吸うって方もいますけども、そもそもタバコがなかったら別の方法でストレス解消するだけですからね。丸ごとソーセージ、私はね、こうやって菓子パン食べるのが大好きですよ。メロンパンとかね、コンビニのコーンパンとか、私この菓子パンについてなんかコラムをね、書かせてもらいたいぐらいですね。勝手に書けばいいのか。
まらんですね。お金があるのに割引のものを買うというね。これね、昨日40個ぐらい買ってきたんですよ。あの近くのドラッグストアの割引コーナーに行ってガサッと全部2割引きと4割引きのやつを全部買ってきました。で冷凍するんですよ。で食べようかなと思う前日に冷凍庫から冷蔵庫に移しておくといい感じでほどけてるんでね、もう解凍して美味しいものと美味しくないものありますね。焼きそばパンとかね、冷凍しちゃうとね、なんか美味しくないんですよ。あとこのソーセージもそうですね。たまにソーセージが凍ってるんでガリッっていう感じで食べたりしますね。さすがに電子レンジかけろって感じがするじゃないですか。飯を食いながら誰かと食事をする機会ってあると思いますけど、こうやって YouTube を通じてね、誰かと一緒にご飯を食べるっていう、ここもなかなか面白い。まあ、菓子パン2つとコーラ1本で多分800キロカロリーぐらいあるんで、この800キロカロリーを消化しようと思うと運動量は多分今日1日は収まらないでしょうね。ということでカロリーは蓄積されて太っていくという。で太るからある時は食事制限をして苦しい1ヶ月を送るみたいなね、まあメリハリが効いていいんじゃないですか。あの健康に生きるのが人生の目的じゃないですからね。だから多少体を痛めてもやり残したことがないような充実した人生が私は希望かな。あれも食べておけばよかった、これもやっておけばよかった、その後悔ってのは人生なのかな。なんかね、無人島を買っておけばよかったとか宇宙に行けばよかったみたいな話じゃなくて、パンを食べとけばよかったかどうかみたいなレベルですから。あ、ちなみにね、健康食品をものすごく勧めてくれる方がいたんですけど、なぜか入院しましたね。健康食品とっていて入院ってどういうことなんですかね。美味しかった。じゃあアップロード。